テストや、頑張ろう。はい、テスト始め。え、これめっちゃむずいやん。みんなテストで頑張ろうぜ。テストガチ嫌い。赤点だったらどうしよう。あ、ラーメン食いてえな。第1問、1853年黒船を率いて日本に来航した人物は、え、ちょ、誰やったっけ。何この問題、え、わかる、みんな。あ、愛しのエリーとかじゃん。いや、それサザン。いや、わかんないよ。あ、選択肢はラッキー。え、1番今食べたいのはゼリー。あ、ちょっとやったか。2番ストーンズのジェシー。うん。え、3番カップル間で避けたいのはマンネリー。あー、4番黒船のペリー。どれやろこれ。あ、この問題むずいな。どうするみんな。トリマジェシーはジャニーズやろ。そうだと思う。天才やん。ジェシーはちゃう気するな。商業で消そうか一回。他どうする。3番のマンネリはちゃうぐらい。確かにカップル関係あるやん。確かにいけそうよ。マンネリもなんかちゃう気するの。伸ばしもないからな。じゃあ、あと2択どうしよっかな。いや、ペリーかゼリーやったら多分ゼリーやったと思うわ。俺も僕もそう思う。じゃあ答えは黒船のゼリーやな。よし。思い出した。うわ、来た来た。俺マジ天才や。うわ、1番のゼリーや。来た来た。結構自社なんか楽しみやな。はい、次山田康介飛び来い。ありがとうございます。え、0点。もう補習決定。はい、ということで今日も動画見ていただきありがとうございました。今日の動画はですね、そのテスト中の脳内みたいな感じでね、テスト中なんかめっちゃ迷ってるストレッキーあるやん、選択肢とか、まあ、あれの、まあ、脳内ではどうなっているのかっていうね、動画でした。まあ、みんなのあるあるをまあ元にして作ったんで、ぜひいっぱい見てください。ということで、今日もありがとうございました。ほんのに。